列車はウータイ兵に占拠されている。速やかに排除し、列車を奪還せよ。了解。始めんじゃねえ。ザックス、集中。この列車に神羅の兵士は乗っていない。わかるな。手が込んでるね。Oh!
こちらザックス。ザックス、順調か？アンジール、どうなってるんだ？シンラの兵士が敵だなんて。奴らは偽装したウータイ兵だ。さあ、次は上の広場へ向かえ。八番街の方だね。ああ。なあ、それにはまず、駅の突破が必要だ。突破だって？すぐにわかる。気を抜くなよ。暴れていいんだよね。ほどほどにな。じゃあ遠慮なく。アクティベイティングコンバットモード。楽勝楽勝。これはファーストも近いね。ホーム奥の上り階段から広場に向かえ。了解。敵に後ろを見せるとは、よほどの自信家か愚か者だ。どうして くそ、俺も英雄になるんだ。終わりだ。
さすがアンジル。訓練中止。なんで？マジかよ。これからが俺の見せ場なんだぞ。ザッツ。夢を持て。ああ、英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場からセカンドとサードごっそり連れてさ、目的動機何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいでお前の訓練も中止になったんだぜ。おっと、ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実戦任務だな。ああ、お前が主役だ。やった。ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス、一月前ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな。全然。我々の作戦は中断したままだ。君に行ってもらうことにする。って、ウータイ。ああ、この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。はあ、アンジール大好きだ。アンジールばっか。俺に恥をかかせるなよ。はっ、準備が整い次第すぐに出発だ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。
戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教えてもらえ。よう、ザックス。何でも教えてやるから任せてくれ。まず何はなくとも戦闘だよな。トレーニングで分かっているとは思うけど、ちょっと読んでみろよ。メール読んだか？どうよ。ま、一度じゃ。そんなこと。ま、必要な時に読めばいいさ。それとさっきのトレーニング強力なマテリアは自分で。あと、シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを。ミッションを受けるにはまずミッションボードに情報を登録する必要があるんだ。登録すれば携帯端早速登録方法を知時間がありません。ほら、せっかく登録したんだから腕鳴らしに行ってこいよ。あ、そうだね。セーブポイントはあっちだ。戦いや何かで不安なことがあればチュートリアルメールで確認するといい。お疲れさん。楽勝すぎてあくび。ウータイでの活躍。おっと。支給ポットのせ。この中には何かとや。ソルジャーへのし。せっかくの支給品だから任務へ行くま。さーて。よし。出撃の準備が。最後にメールについて教えとくよ。今お前の携帯端末ラザード統括のありがたいをこまめにチェック。それに仲良くなったやつからもメールが来る。よし。女の子からのメールばかりチェックしてちゃダメだぞ。えま、だいたいそんなとこだ。そろそろ出発の時間だな。アンジールと一緒なんだろ。頑張ってこいよ。ああ、いろいろありがとな。
ウータイに出発する時間だ。準備はできた。私も現場に同行する。期待しているよ。はっ。ところで君の夢はファーストになるかな。いや、英雄になることです。そうか、叶いそうにないいい夢だ。で、もしもし。ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。 B 隊は作戦区域で待機している。そこの二人、何者だ。俺に任せとけって。アクティベイティングコンバットモード。はい、決まった。はっ。おっしゃー。よし、次。焦るな、ザックス。無理無理。統括もどっかで見てるんだろ。とにかく活躍しないとな。ザックス、バカリンゴを知ってるか。なんだよそれ。なんと、バカリンゴを知らないとは。これじゃファースト昇進は無理だな。ちょ、待って。なんだよバカリンゴって。Activating combat mode.正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかしそんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が。知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。
間もなく B 隊が爆発を起こす。それが合図だ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ、俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して、で好きに暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。まだかよ B 隊。その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの？ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。作戦開始。通すわけにはいかない。敵は一人だ。援軍で迎え撃つぞ。アクティベイティングコンバットモード。過ぎてあくびが出るぜ。気を抜くな。ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れてウータイ兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ。任せろ。Combat mode.
Conflict resolved. Osha! Itazo, あそこだ! Activating combat mode.Conflict resolved. Activating combat mode. 邪魔すんな。Conflict resolved. しまった。撃て！撃て！今もさ、回転する壁を調べていたら襲われちゃったよ。他の壁も同じかもしれない。くれぐれも注意したまえ。ソルジャー発見、高台の下にいるぞ。そこか。第38タンブリン小隊、突撃。Activating combat
Activating combat mode. おしまい。Conflict resolved.情報だ。砦内部の2つの高台にも敵兵が潜んでいる。そうか。君たちの位置を知られると厄介だ。残りの高台も頼む。何としてもここで食い止めろ。全員構え、撃て。ここで終わりだ。もうじき援軍が来る。逃げられんぞ。兵長、突入してきます。ひるむな。こっちも突撃だ。貴様ら。Activating combat mode. Hack! 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 Hack!じゃあな。それ。Conflict resolved。ここにいたはずだな。逃げ足の速いやつめ。卑怯だ。アクティベイティングコンバットモード。しまった。コンフリクトリゾルブ。一人のソルジャーにここまでやられるとは。指をくわえて眺めているわけにはいかん。て待て。よくも私の部下たちを。貴様、生かしては返さんぞ。我々兵長クラスが3人ならば何とかなるはず。ここで仕留めましょう。ウータイの底力見せてやる。覚悟
ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。ザックス、ご苦労だったね。砦内部の制圧に成功したようだ。敵を引きつけるだけでよかったのに大したものだ。よくやってくれた。そのまま先に進んでくれ。ここが砦の中央部。なんだこれ。それは我らウータイの守り神、水神リヴァイアさんだ。我々はウータイ特殊部隊炎月里、水神を祭りウータイの敵を撃つ者、神羅のソルジャーよ、聞こう。この信仰の目的は相も変わらず魔航路か。ああ、魔航路があればたくさんの人が豊かに暮らせる。もちろんあんたたちも。お前の言う豊かな暮らしと引き換えに、我々は生まれ育った故郷を失うことになる。その痛みや悲しみがなぜわからない。重ねて聞きたい。貴様はなぜその優れた能力をこのような非道に使うのだ。魔光エネルギーで幸せになることが間違いなのか。それを広めるのは非道なのか。戦う者同士であれば分かり合える、そう期待したが無駄のようだ。ならば我々らしく決着をつけるまで。さあ行くぞ。アクティベイティングコンバットモード。ハッフレッハッフレッハッフレ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 ッ。こっからが本番だ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。なぜ殺さない。さあ、なんとなく我らは命ある限り神羅を憎み続けるぞ。さあ殺せ。もういいって。邪魔すんな。
何を慌てているんだ。マテリア探してたら任務の出発に遅れちまって。なるほどな。だが剣はどうした？任務に行くんだろ。ふい。相変わらず子犬だな。決まった。おっしゃー。コンテストリゾルト。守るため三つ醜い神羅のソルジャー成敗してくれよ。なんだお前。ウータイ最強の戦士、こっから先は私が行かせないよ。子供、こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。まいったな、ガキと戦えって言われても。シュシュシュ、どうだ、まいったか。シュシュシュ。うおー、いってー、やられたー。どうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。やれやれ、元気のいい子だな。さあ仕事仕事。お前らが対ソルジャー用とかいうモンスターだな。アクティベイティングコンバットモード。覚悟しとけよ。ソルジャーの誇りを。ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。上出来だ、急いで離脱しろ。あと5分で爆発するぞ。了解。ラザード統括見てるか。急げ俺。
急いでるんだって。また一つ貸しだ。目が泳いでいたぞ。そう。それよりその剣欠けちゃったりしたんじゃないの？剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。サンキュー。すまない、待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。ソルジャークラスセカンドザックス、タンブリン砦攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、君は恐ろしい男だ。たった一人で敵部隊を全滅させてしまったんだからね。確かに俺も驚いた。目覚ましい成長だ。ウータイ戦争における君の活躍は後世に語り継がれるだろう。英雄になるという君の夢、もう叶えてしまったね。ラザード統括、それは言い過ぎだ。ザックスにはまだまだ活躍してもらわなければ。それもそうだな。ザックス、これからも期待しているよ。さあ急ごう、セフィロスが待っている。セフィロス、あの英雄の、すげえ英雄に会えるのか。アクティベイティングコンバットモード。ザックス、来い。ザックス、統括を安全な場所へ。セフィロスに連絡を。ザックスで十分。さあ、行け。統括、ついてきて。ラザード統括、ご無事で何よりです。ザックス、私はもう大丈夫だ。アンジールの応援を。分かってるって。